ムポギフトン・ゴイペは、南アフリカ共和国リンポポ州、ピーターズブルグ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーン・ストーマーズ所属。聖の、ムップは、メディアによっては、んペ、ぺンン、えんごぺ、ぬごなどと表記される。また、んゴペと読むのが、より近い。 MLB が初めて契約を結んだ黒人の南アフリカ共和国出身選手であり、史上初の南アフリカ共和国出身のメジャーリーガーにして、史上初のアフリカ大陸出身のメジャーリーガーである。弟のビクター・ゴエペもパイレーツ参加に所属するプロ野球選手。母親が働いていた南アフリカ共和国の野球チームであるランドブルク・メッツのクラブハウスで育った。 その後、2008年に、イタリアの MLB アカデミー所属し、当時は、バリー・ラーキンから、打撃指導を受けていた。2008年9月に、ピッツバーグ・パイレーツと契約を結び、プロ入りを果たしたバッティングをする、ゴエペ2012年に、A 級ブレーデントン・マローダーズでプレイド機所属する、フロリダ・ステートリーグで、最も守備の良い遊撃手に選出された。2015年11月5日に、 メジャー契約を結んで40人枠入りした。2016年1月28日に第4回 WBC 予選の南アフリカ代表に選出された。2月14日の決勝オーストラリア戦でトラビス・ブラックリーから一時先制となる先頭打者本塁打を記録したが、その後逆転され敗戦し、南アフリカは予選敗退となった。シーズンでは、 マイナートリプル A 級インディアナポリスインディアンスで遊撃をメインで起用され102試合に出場。打率217.8本塁打、27打点5盗塁1 3 3三振という成績で特にミート面でまだまだ改善の余地があることを示した。守備では99試合でショートを守り7失策、守備率984を記録、また3試合で セカンドも守った。しかし、8月28日に、オハイオ州トレドで、飛び出すネブラウスカス、ワーウィックスアーポルトと共に、バーで乱闘を起こして逮捕され、30日に、球団から、シーズン残り試合の出場停止処分を課された。2017年の開幕は、トリプル a 級インディアナポリスで迎えた。4月25日に監督に呼び出され、チームはヨーロピアンを送りつけ、 今アフリカーナを欲している。と言われ、メジャー昇格を知らされた。翌26日に、ネブラウスカスに代わって、メジャーに昇格を果たし、同日のシカゴカブス戦で4回表から2塁の守備について途中出場して、メジャーデビューを果たした。これにより、南アフリカ共和国出身者としては、もちろんアフリカ大陸出身選手として、初のメジャーリーガーとなった。 その裏の初打席で、ジョン・レスターから初安打を記録した。4月28日のマイアミ・マーリンズ戦に、8番、二塁手、として、初めて先発出場し、三塁打を含む、初の猛打賞と初の打点を記録した。この年メジャーでは28試合に出場して打率22、222.6打点の成績を残した。11月20日に後日発表選手、または、 金銭とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2018年5月3日にディーフとなり、7日にマイナー契約で参加のトリプル a 級バッファローバイソンズへ配属された。8月13日に解雇となる。2019年1月11日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだが、6月20日に解雇となる。6月29日にピッツバーグパイレーツと マイナー契約を結んだが、7月30日に解雇となる。8月6日に独立リーグアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。当初はスイッチヒッターとしてプレーしていた。ありがとうございます。